世話になっております、マサルです。今回は絶対に覚えておきたい通信方式4種類について一緒に勉強していきましょう。その4種類とはユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャスト、エニーキャストです。ユニキャストやブロードキャスト、マルチキャストは知ってるけど、エニーキャストってなんだっけなと思ったあなた、おめでとうございます。この動画見る価値があります。ぜひこの4種類の通信方式を理解するためにこの動画役立ててください。それでは始めていきましょう。まず当たり前の話から始めるんですが、なぜコンピューターは通信するのでしょうか。それは相手に伝えたいデータがあるからですよね。伝えたい相手というのは様々なパターンが考えられます。一人に送りたい時もあるし、みんなに届けたい場合もある。みんなではなく特定のグループに対して届けたい時もあります。このように通信は通信相手のパターンによって通信方式の分類を分けています。ユニキャストは1対1の通信、ブロードキャストは1対不特定多数の通信、マルチキャストは1対特定グループへの通信、エニーキャストは1対特定のグループの中の1台への通信です。一つずつ見ていきましょう。まずはユニキャストです。ユニキャストのユニというのは1を意味しています。そしてキャストというのは投げるという意味を持っています。つまり1台に対して投げる通信、1対1の通信です。これはとてもシンプルでイメージしやすいですよね。日常生活ならば昔ながらの電話がイメージ近いですよね。昔の電話は特定の一人に対して電話をかけて1対1で話を行います。ユニキャストは1対1の通信であると覚えてください。次はブロードキャスト通信を見ていきます。ブロードキャストというのは放送という意味がある言葉です。ここでは学校の全校放送を思い出してください。スピーカーから聞こえる範囲全体に対して情報を伝えます。この時誰が情報を受け取れるかはあまり考えずに、聞こえる範囲全体に対して情報を伝えます。言い換えると1対不特定多数の通信ということもできます。ちなみに学校の全校放送は日本中みんなが聞こえるとかそういうことではないですよね。聞こえる範囲が限られています。通信の世界でもブロードキャスト通信は届く範囲が決まっています。ブロードキャストが届く範囲のことをブロードキャストドメインと言います。ブロードキャストドメインについてはまた別の機会でお話ししますが、言葉の響きだけでも覚えておいてください。ブロードキャストは1対不特定多数への通信です。次の通信方式見ていきます。次はマルチキャストです。マルチキャストは1対特定のグループへの通信を行います。先ほど説明したブロードキャスト通信は全校放送でしたが、マルチキャストは学年放送のようなイメージです。1年生が知るべき情報は1年生の教室だけに放送する、2年生が知るべき情報は2年生の教室だけで放送する、このように特定のグループに限定した通信を行うのがマルチキャスト通信です。ちなみに大は小を兼ねるという言葉があるように、ブロードキャストを使えば全体に情報を伝えることができるのに、なんでわざわざマルチキャストを使う必要があるのかわからないと思った方もいるかもしれません。ここで先ほどの全校放送を思い出してください。学校でしょっちゅう全校放送流れると煩わしいですよね。通信の世界も同じで、ブロードキャスト通信が多発すると情報量が多くなりすぎて通信品質に影響が出てしまう場合があります。マルチキャストのように通信する範囲を特定のグループに区切って行うことで、無駄な通信が発生せず必要としているグループにだけ情報を伝えることができます。なので送りたい特定のグループが存在するのであれば、マルチキャスト通信を行うようにします。マルチキャストは1対特定のグループへの通信です。最後にエニーキャスト見ていきましょう。エニーキャストのエニーという言葉はどれでも意味しています。特定のグループに向けて誰か一人通信してくださいという仕組みを提供してくれるのがエニーキャストです。
先ほどのマルチキャストとは若干動き違うので注意してください。エディキャストは区切ったグループの中で最適な1台が選出されて、その対象の1台だけに通信が行われます。この場合選出されるのは基本的にはネットワーク的な距離が近い対象が選出されることになります。一番最初はエニーキャストとして通信されますが、特定のグループから選出された相手からはユニキャストで通信が返ってきます。それ以降はお互いにユニキャストを使って通信が行われます。実際の通信の世界でエニーキャストを使う代表例は DNS ルートサーバーへの通信です。 DNS に関してはこれから説明する項目なのでまだ分からなくて OK です。ただ良い機会なので簡単に説明すると、 DNS ルートサーバーという機械が世界に13個あります。そしてこの DNS ルートサーバー13台が一つのグループを作っています。ルート DNS サーバーと通信したいと思った時には、 DNS ルートサーバーが構成しているグループに対してルートサーバーの中で誰か通信してくれませんかという通信をエニーキャストで送ります。すると送信元が日本であれば、多くの場合日本の DNS ルートサーバーが選出されて、日本の DNS サーバーから私が通信できますよというユニキャストでの返答が返ってきます。その通信を受け取ったら、それ以降はユニキャストで1対1の通信が行われていきます。少し話脱線しましたが、エニーキャストは特定のグループの中での1対1の通信であると覚えておいてください。それでは今回は通信方式4種類お話ししました。最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は4つの通信方式、ユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャスト、エニーキャストについて一緒に学習しました。ユニキャストは1対1の通信、ブロードキャストは1対不特定多数の通信、マルチキャストは1対特定のグループへの通信、そして最後に勉強したのはエニーキャスト。エニーキャストは特定のグループの中の1対1の通信です。この4つの通信方式もしっかり理解しておかないと CCNA の試験で得点することができないと思いますので、絶対にここは覚えておきましょう。それでは今回は4つの通信方式について一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。